皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、久しぶりに排水溝の方にやってきました。今日やるのはこちら、剪定バサミとボルタガさんのボルチェンソー持ってきてます。再生だけギリですね。あと竹やぶの中の方にですね、またちょっとマダケの竹の子っぽいのがヒューッとひょろっと伸びてるので、そっちをボルタガで、のり面、あと際のところにこの再生だけちっちゃいのがどんどん生えてます。それをこちらのケブテクさんの剪定バサミで切っていきたいと思っております。今日は二刀流でございます。使い分けてね、できるだけ手を突っ込まないように、すっきりしてるとこだけこっちで、あとはこちらポルチェンソーで頑張って切っていきたいと思います。重たいけどね、頑張ります。はい、こちらのり面こんな感じですね。際のとことか、あっちの奥わかるかな、のり面のとこにシュンシュン出てます。この辺りをチョキチョキと、まずは手早くやっちゃいましょう。ちょっと草刈り機持っちゃおうかな、剪定バサミより。こことここだけでもいいから、バーって切ったらすっきりしそう。あ、なんか気持ち悪いこれ。気持ち悪い伸び方してんな、これ。うわ、うわ、キモ、すごいな。
ちゃった。Спасибо.